はい、今回は令和山本太郎さんの選挙後の倍では足りないという発言を考察していこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあリスナー様もですね、まあ僕もそうですが、まあ選挙のね結果にあのがっかり、えー、まあしたところはあると思うんですが、あそれより何よりね、えー、まあ令和の方たち、山本太郎さんもそうですが、令和の他の方たち、えー、本当にお疲れ様でした。あの結果的にはですね、えー、不満足なところはありますが。 それより何より、この令和の方たちがです、ね、ものすごく頑張っていただいた、まあ、そう思うね今回の選挙でした、僕はそう思います、で多分リスナー様もそう、ね、思ってる方が多くいらっしゃるんじゃないかと思います。山本太郎さんがですね今回の選挙で、まあ、消費税の話もそうですし、テレビとかで国民にでさまざまな気づき、あるいはさまざまな感動をです、ね、伝えていただいた場面があって、まあ、本当にね感謝しかないなと思うんですよ。 で結果に関しては思うところはいろいろあるんですが今回はあそのことではなく、まあ、山本太郎さんが話された発言とですね、あとはリスナー様もおっしゃっていてえ僕もですね、まあ、テレビを見てえ、まあね、ちょっと、まあ、心配といいますか。 あの思うことということでえ、ちょっとね、うまくまとまらないんですが、お話し,えしていこうと思います。山本太郎さんがですね、えこの開票の、まあ、中継の途中で、体調不良ということでキャンセルされたということで、まああの、入院されたじゃないですか、まあ、その入院っていうのも、何かあったのかっていうのはわからないところがあるんですが、まあ、ただ、それよりも何よりも、もう山本太郎さんご本人がおっしゃってましたけど、まあ、10年間、ほとんど休んでないっていうことで、 ねあのまあ、人からしたら考えられないような疲労とか思いとかまあそういったものを背負ってずっとされてたんじゃないかと思うんでねでそ,そのなんか体調不良を抱える中、まあ、2週間ずっとね、えー、まあ、その令和の方たちの応援とかあのねパンパンに詰まってるスケジュールをこなしてたわけじゃないですか,だからとても心配っていうところです僕もリスナー様もそれは思うことはあ同じ。えー みんなが思っていることは同じじゃないかと、山本太郎さんがですね無理して、無理が重なって、この体調不良になったとね、ねそうとしか思えない節があります。で、その山本太郎さんが、ですねこの選挙が終わった後とに発言された、まあその内容ということで、調子が悪い中、ねおっしゃることが本当にいつもながら鋭いし、ねまとえてると、まそう思うということで。 まあ、令和の議席数がね、えー、まあ3倍かな、あ9ということなんですが、山本太郎さんがおっしゃってましたが、倍では足りないと、おそらく3倍でも足りないんですよ、でそれっていうのはなんでかっていうと、山本太郎さんがおっしゃってるように、予算委員会で発言をする時間を確保するため、そのために議席はもう本当、最低2桁、で僕は言ってたと思うんですよね、リスナーさんもそう思う方、いらっしゃると思うんですよ。 あの最低10以上、まあね、本当のところっいうのはいくつか分かりませんが、12だったり15であったり、全然言っててもおかしくないと思うんですよ。だって日本国民のかなりの数をですね今回の選挙で山本太郎さん、あるいは令和の他の方たちってのは動かしたわけじゃないですか。 だかからら明らかにそういったところもままあ疑問点があ残ります今度はそれはそれで別の時にお話ししようと思うんですが山本太郎さんがおっしゃってますがあの人数が少ない例えば今の状態まあ9人でもね、えー、どうなのかなっていう感じなんですが発言する時間が少なかったりねその他のところからヤジが飛んできたりだから人数を確保してね発言時間を確保しないとなかなかねあのー 令和の考えがが通通ららなないいい国民の思いが通らないんですよで結果的には3議席から3倍で9議席になったんですが、山本太郎さんは多分、9議席でも足りないと思ってるんですよ。最低2桁っておっしゃってて。だから本当は例えば11とか言っててもおかしくないんですよ。 ただし、それを、まあ、デタラメやってるんじゃないかなと思います。比例の表がですね、比例がかなり令和にいってるはずなんで、うんまあ、で9と11っていうのは全く意味が違うんでね、2桁に乗ってるか乗ってないかってことで、ギリギリ乗せない9にしていたと、えー、そういうふうに思います。本当に悔しい限りです。で 山本太郎さんとか令和の方たちが一番それをあの思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんで、まあ、今回そのことについてはね、えー、触れずに、まあ、ちょっと別のときにあの、まあ、僕もいろいろ調べて思うことがあるので、まあ、そちらを伝えていこうと思いますで山本太郎さんがこのようにおっしゃったんですね自公、えー、の数が減ってもいいっていうわけではないと第2自民党第3自民党に票が流れているから憲法改正憲法改悪も前に進む軍拡も前に進むっていうことで。 だから僕も選挙のときにお話ししてましたが、自民、公明、維新、国民民主、日本保守党、賛成党、ここら辺はですは、ね、憲法改正、憲法改悪なんですよ。だから国民が本来はこういったところは投票してはいけないんですね。国民にとってマイナスになるからです。で、軍拡っていうのもそ,そうです。だから憲法改正と軍拡っていうのはセットですから、あの改憲、あるいは総憲、そういったものを口にする人間というのは、僕は一切信用してはいけないと思ってます。 他のことはいろいろいいことを言うっていうのかもしれませんが、憲法を改正するっていうのはどういうことか、救条がなくなる、基本的人権がなくなる、緊急事態条項が入る、徴兵制が入るって、国民は望まないじゃないですか、有事を。国民は有事を望まないし、山本太郎さんもおっしゃってますが、諸外国も有事なんて望まないんですよ。 だから、自公過半数割れって言って、そのことを聞くといいかなと、自公が減ったかなと思うんですが、山本太郎さんがおっしゃってますように、自公の衛生政党、自公と同じですよね、維新、国民民主、そういったものが、ですね、同じ方向に、えーまあ舵を切るわけですよ、維新と国民民主、先ほどの憲法改正、憲法改悪、軍拡の方に進むと。 山本太郎さんがですね、えーまあ、お話しされていましたが米中の緊張でどちらを選ばせるなというのが ASEAN の,、まあねえー、のスタンスということでそうじゃないですか日本だって米にも中にも寄ってはいけないんですよだからあの当たり前の話ですが中立を取らないといけないんですね。日本っていうのは平平和和外,外交、平和憲法がありますから、中立を 立場を取るということが当たり前なんですよだからなんで米の言うとおり米に従っていくのかって特に自民党ですよねそういうことになったら国民が有事に巻き込まれるわけですよで山本太郎さんがいつもおっしゃってますが実際有事にならなくても国民というのはもう過ごせない状況になるわけですよ。 あのコンピューターであの試算されたということでもしもですが2ヶ月中国から1.4兆円の材料が入ってこなかったら経済損失売り上げとかかな53兆円の損をするんですねでその53兆円っていうのはその目に見える数字だってそれ以外の目に見えない数字もあるんで例えばそれに関する関連する会社が潰れたりとかだからおそらくですよこれは僕は前から思ってるあの嫌な不安ですが その誘致の緊張が走った時点でおそらく日本の経済が崩壊します。今だって崩壊してるじゃないですか。ねええー、どん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 生活必需品の物価があって国民の給料が、ね、手取りが減っていて国民生活が厳しいで中小企業の倒産はどん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 増えるそこに持ってきてですね、そんな、ね、外国、まあ、その中国との貿易が悪化したりしたらもう日本終わりですよ。日本経済崩壊日本国民の生活立ち行かなくなりますよ。 2ヶ月そうなっただけでもこれだけなんですからでしかもこれっていうのは有事のあの緊張です実際にならなくてもだから日本の創始国米にえ突き従っていってはいけないんですよだから米と決裂しないといけないんですよ米の言いなりになってはいけないんですよまさに日本の独立が必要なんですねただしまあ、自民党あるいは自民党を背後から応援する大企業っていうのは軍拡で設、えー、けますから軍需契機ね、えー、その 山本太郎さんがおっしゃってますが大企業、重工業系っていうのは43兆円の軍拡そこに乗っかってるんでそのための、ねえー、有事の方向に向かうわけですよだからあの自民党をはじめとしたこの大企業ですよね経団連とかそういったものってのは国民のことなんて何も考えてませんから自分たちの売り上げ利益それだけです国民が有事に巻き込まれるっていうのもそういうのを考えないんですよだからはっきり言っておかしいんですよね。 で事故、えー、の、まあ、数が減ってもその補完勢力が増えたら意味がないんですよ。山本太郎さんがおっしゃってますが例えば維新、国民民主なんていう保管勢力がアクセルになるって言ってるんでだ令和しかあ日本国民の、ね、暮らしあるいは日本国民を守る日本国民を救えないんですよ。 だから有事で人が亡くなるわけじゃないんですよ。日本経済の衰退、あるいは失業、雇用、ね、仕事をなくす、そういった不景気、それでですね人、どんどんなくなってるんですよ。もうその自民党のです、ね、愚策が続いて、うん、失われた30年で生活が厳しくなって、自丸,人は自丸してる人は多くいるんですよ。そういったことを変えていかないと、僕たち国民は過ごせないじゃないですか。だから僕はずっと令和に期待してるわけですよ。 この今の、ねえー、日本の,この経済状況って僕もそうですし、リスナーさんもそうだと思いますが、多くの国民が不安を抱えながら過ごしているわけですよ。その中において減税、消費税廃止、消費税減税を言うのは、令和だけでしょ、真面目に。だから他の政党なんて国民のことなんて全く考えてないんですよ。 でさらに、自公の数が減ったって言いますけど、維新、国民民主が連立に入ったら、あ米の有事にどん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 迫っていく、あるいは憲法改正、改憲にどん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 迫っていく、その可能性がありますからね、僕は嫌だなと思ってますが、自公、あるいはですね、国民民主、維新、えー、立憲も入るかもしれない、そこら辺の何かの形の連立政権で有事に向かうんじゃないかと、だかそれを防げるのは本当は令和だけなんですよ、令和と共産とかだけなんですよ。のの議席数ってはは本来は今回 今回10以上ははははっってたはず2桁は言ってたたずず2桁なんですよその9と10とは全然違うし何だったらね、えー、まあ12か13ないしは15まあ僕は20ぐらい行くんじゃないかと思ってましたけどじゃあ2ですよ12でも、うん、その2桁に行くか行かないかっていうのは非常に意味があるんですが、まあ、マスコミのデタらメとかもあるんでしょうでこの、ね、令和の方たちが本当に頑張っていただいたんで結果的には僕もリスナー様も思うところはありますし厳しい状況ですけど まあこれからもまだねえまあ参院選とかがあるんで、令和がとりあえず9、9 3倍になったんで、頑張っていただきたいと思います、あとですね山本太郎さんもそうですが、令和の方々は本当無理してるんで、そういかないのかもしれないけど、少し休まれないとね、山本太郎さんがですね体調不良で倒れたりとかしたら、もう本当、終わりですから、日本国民のことを考えてくる政治家なんて皆無ですよ。 令和以外に僕いないと思ってるんで、だからそんなことを思いましたということで,で、この選挙の件についてはちょっといろいろ思うところがあるんで、えー、何回かに分けて、えー、この後もお話ししていこうと思います。ということで、えー、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。